ソフトバンクから海外フリーエージェント FA 権を行使してメッツ入りした千賀滉大投手が19日日本時間20日本拠地シティフィールドで入団会見を行った。千賀滉大投手、背番号は球団のレジェンドでもある通算最多奪三振記録保持者のノーラン・ライアン氏の代名詞である34番に決定。新たなユニフォームに袖を通すと、流暢な英語やジョークも交えて、新天地のファンの心をわしづかみにした。英語で自己紹介した千賀は、この34番という番号をファンの方に選んでいただいたので、とにかく自分の番号にできるように頑張りたいと思います、と意気込みを語った。千賀にゆかりのある21番はシャーザーがつけており、41番は往年の大投手トム・シーバーの番号で永久欠番となっている。40番、46番、レグロムが移籍して空いた48番なども候補に上がっただろうが、ファン投票で34番に決定した。ノーラン・ライアンやシンダーガードなど剛腕 OB の番号でイメージにもぴったりである。契約条件も含めてメッツの千賀投手への期待は大きいですね。シャザーやバーランダーと並びローテーションとして期待はされるだろうとする予想は当然でしたが、ライアンの34番を託されるとは。ショー・ウォルター監督の印象を、最初は少しちょっと顔が怖いかなと思ったんですけど、と話して米メディアの爆笑を誘い、早くも心をわしづかみにした。冗談交じりの発言で笑いを取り、千賀も白い歯を見せた。アメリカの方はジョークが大好きですし、気の利いた受け答えで話題になれば、それは良いことだと思います。個人的には、長谷川投手がエンゼルスの入団会見で、エンゼルスの印象を聞かれた際に、ピッチャーがミッキーマウスで、キャッチャーがミニーマウスだと答えた会見がとても印象に残っています。またメジャーの先輩で親交深いダルビッシュ有投手からの助言について聞かれると、Learn English と答えて、再び笑いが起きていた。千賀投手、やっと念願叶いメジャーで挑戦できめがますね。怪我さえしなければまっすぐとお化けフォークでメジャーの打者に立ち向かい勝負できますよ。育成出身投手でも夢が叶ったメジャー挑戦。多くのプロを目指す野球選手の力になります。体格的にもメジャー選手と比べると見劣りする千賀投手ですが、無理することなく今の体型でいいんじゃないですかね。太れば怪我のもともと、自己管理だけは忘れず思いっきりメジャーで投げまくり、メジャーの打者に挑んでいってほしい。アメリカのメジャーファンも、日本から高額の契約金でやってきた選手はどんな人物なのだと注目しているわけですから、まずは親しまれてほしいですね。海外 FA を待ってまで手にした遺跡です。思う存分に暴れ回ってください。来季はたくさんの日本人メジャー選手の活躍をテレビで知られることを楽しみしています。